48センチ、42センチ、お長さん32センチ、しぶとめじな42センチ、37.5センチ、綺麗な青ぶれ。
2cm。 内太さんでした。おひれ上がってくれました。沈ませです。この子はリリースします。ちょっと手危ないんですけど、で触るのは良くないんですけど、お願いします。ありがとう。これ弱弱ぐらいです。あ、取ってます。もうリリースです。ありがとう。
熊爪出てくれました。口太さん、とりあえず速報は42センチ42でした。さすが神奈川最強の地蔵三石ですね。ドーンと来てくれました。綺麗ですね。いやハリスがツタツタになってたんで、まだまだ自分の未熟さを感じます。ありがとうございます。今日の、超過です。すみません、ちょっとヒットシーンが撮れなかったんですけど、黒大さん48センチと口太メジナ42センチと口太37、8センチですね。うん、この37、8ぐらいのメジナさんはリリースして、黒大とこの大きい方の口太さんだけありがたく持ち帰りたいと思います。疲れました。それでもやっぱり神奈川最強のジーソン三石すごいですね。できすぎです。気をつけて帰ります。持ち帰りました。魚さんです。黒大が48センチ、 1.5キロ、口太が43センチでした。 1.2 キロです。まずは、柵取ってお刺身、あとは唐揚げですかね。クロダイはちょっと、クロダイは火を通して食べたいと思います。はい、メジナのお刺身です。もう油がベトベト光ってますね。これはですね、もう絶対に美味しいですね。では、真鶴の海の幸いただきたいと思います。はぁ、美味しそう、最高ですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。